ミクロディクティオンは約5億年前のカンブリア紀に生息したハーシ動物の一族。網目状の甲側を体の左右に持つ世界中の体積類層から十数種が発見される。なお、本属の学名マイクロダイチオンは原生層類の一族にも用いられている。体長 1.1cm から 7.67cm パッド上で網目構造を持つ。 甲側が特徴的なハーシ動物である。甲側以外の特徴は、スミエ動物群で見つかったマークレディクティウムシニカムのみによって知られる。体は円柱状で、頭部は体長の15%から25%を占めるほど細長い。目や触覚などの顕著な構造は見当たらないが、先頭に何らかの後期を持つとされる。頭部は左右に9体の甲側と、 両腹側20対の足を持つ。前の9体の甲側と足は位置が一致するが、最終2体の足は9番目の甲側の前後にある。頭部の表皮構造は変則的で、前後の甲側の間では、関係の筋に細分され、各甲側体の間では滑らかで背面がやや、盛り上がる。それぞれの端足は細長く関係の筋に分かれ、先端に1体のカギ爪を持つ。 甲側は、肩パッドのように道部の左右に配置され、その形は、盤面によって異なる。それぞれの甲側の表面は、数多くの網目と突起物に占められる。網目の配列は六角形で、突起物は各網目の境目に配置される。突起物の付け根に、境目があり、形は種類によって、キノコ状から、トゲ状に及ぶ。 ビブは10番目の足と9番目の甲側の直後にある小さな突起で、肛門はその微端にあるとされる。後期以外の内部構造は単調な消化管とその周辺から各足に枝分かれた対鼓の痕跡のみ知られる。ミクロディクティオンは定性性であったとされるが、先端に鍵爪を持つ足は海底を歩行するより何らかのものに掴んで登るのに向いたと考えられる。 全身化石はエルドニアと共に発見されることが多く、それに宿って生活していたと考えられる。エルドニアは外洋性であった説に踏まえて、そこに宿るミクロディクティオンは疑似的な外洋性生活を送り、遠距離移動をしていた可能性もある。消化管の内容ものは泥を含まないことにより、ミクロディクティオンは堆積物ではなく、 そこにある微小な有機物質のみを接触していたと考えられる。ミクロディクティオンの道具の甲側ミクロディクティオンは、ベンゼンへ通る1986によって最初に正式の記載がなされたが、当初では微小鉱骨核化石群に含まれる単理した甲側のみによって知られ、それを放散中の体と解釈された。 本属の一種 m シニカムの全身化石が記載される1990年代以降では、本属はハーシ動物で、今まで放散中と考えられた部分はその後側で、あると判明した。なお、ミクロディクティオンの全身が判明したものの、体の両端はいずれも、目などの顕著な頭部特徴が見当たらないため、1990年代では、その前後に対する解釈は、議論がなされていた。 他のハーシ動物の確実な頭部とビブの類似により、21世紀以降では、長い橋を頭部、短い橋をビブとする解釈の方が根強い指示を受けられる。ミクロディクティオンは広域分布しており、世界中の様々なカンブリア紀の堆積類層から単理した高川化石が発見される。生息時代はカンブリア機第3期中盤に集中し、 裁判期の記録は、ウリュルアン期までにも及ぶ。多くのハーシ動物に似て、反接足動物におけるミクロディクティオンの系統的位置は、はっきりしない。系統解析によっては、多くのハーシ動物と共にあり、爪動物の初期系統に含まれる、もしくは、そこからかけ離れた別系統の、反接足動物とされる。ハーシ動物の中で、ミクロディクティオンは、ロンボコニクルムと、 フスノチャリウムとともに、エオコンカリウム化に分類される。2017年現在、ミクロディクティオンは次の11種が認められる。ありがとうございます。